元遊郭だった、日田新地メディアを再生する日田新地。二2010年、日田遊郭は、大阪市西成区の山王山頂目一帯に、存在した遊郭赤線。大正時代に築かれた日本最大級の遊郭と、言われた。現在も、チョンの間が存在し、通称日田新地と呼ばれる。日田新地ち文章1958年の、売春防止法施行以後は、両亭街。 左折組合となっているが、現在も転校以前の雰囲気を残している。大部分の、料亭は、看板は料亭であるが、営業内容は1958年以前となら変わりがない。表向き料亭に転校することにより、料亭内での客と仲との自由恋愛という、脱法行為として、売春防止法を逃れられたためである。現在料亭として営業している。 太陽市百番は、大正中期に議論として建てられた建物を使用しており、2000年に国の登録有形文化財となった。2015年9月23日放送の探検爆問、日本労働ブルース人情編にて街並みが放送された。1912年1月16日、南馬新地乙部遊郭が全焼する南の大火が発生。 廃業、一点を迫られた業者たちによって、阪南土地建物会社が設立され、安倍の墓地北西の定地に大体地を求め、1916年に築かれた。規模は22,600坪。1918年にはすでに100件余りの議論が並んでいた。議論の数は昭和初期には200件を超える。花町も戦災を免れた唯一の車である。 戦後に、いわゆる赤線となった。2019年6月28日29日に20、各国、地域首脳会合が大阪市で開かれるのに合わせて、日田新地料理組合に加盟する、料亭全店は休業した。2020年4月1日までに、コナインティーン拡大の影響で、緊急事態宣言が出れば、全店休業することを決定。 その他、JR 西日本、大阪メトロの天王寺駅、近鉄南大阪線の大阪阿部伸橋駅も、徒歩圏内である。ありがとうございます。